ははいこんにちはです今日はですねえっ、ー、とやっと公開されまして、えー、見てきましたこちらの映画知ってますかフォード VS フェラーリいやーねこれえっとね先月の頭ぐらいだったかなあのテレビ CM かなんかでねあの上映するのを、えー、知りましてで今日 今日公開なんですよ、これ1月10日の今日公開でもう早速ね、えー、行ってきましたでまあ映画の雰囲気的にはですねうんとそうだな、えー「下町ロケット」とかあの辺のね映画、えー、映画じゃないあの辺のドラマがハマる人には、えー、車を知らない人でも楽しめる映画で。 でまあ、この系統の映画でいうと何年か前にあった、えー「世界最速のインディアン」とかあれなんかがもう来る人にはもうこれ絶対来る映画ですでまあ車知らない人にちょっと紹介するとなんでこのフォードとねフェラーリが VS なんだっていうとこなんですけど、えー、実はねこの映画、えー、舞台があのフランスのル・マン でそのルマンで行われる24時間耐久レースっていう、えー、車のレースがあるんですけどその、えー、レースを題材にした話で、えー、60年代的には60年代の初頭ですね6456とか、えー、そこら辺の話なんですけど、えー、と実話なんですこれ完全に実はでこの辺の話。僕も まあうっすらは知ってたんですけど今回改めてちょっとね、えー、映画見てから少し調べて、えー、もうね見どころ満載すぎてね何をどう話していいかよくわかんないんですけどまあ、ネタバレしちゃうと本当に面白くないってこと,とかもあるんでまあ、結構かいつまんでねあの見どころ的なものをお話ししようかなと思うんですけどでこのねまず、まあ、なんでフェラーリとフォードが VS になったん だっていう話もうちょっとね他のメーカーもいるわけでフェラーリだってねあの BM だメルセデスだポルシェだとか、えー、VS にねなるに値するメーカーがいっぱいあってフォードもフォードで他のメーカーね VS になるじゃないかっていう話なんですけどこのね63年とか4年とかっていう頃ってフォードはあのスポーツカーっていうものを持ってなかったんですよ。 もともとフォードってまあ、えー、詳しい方知ってると思うんですけどあのヘンリー・フォードっていう人がね創,創設者で、えー、とヘンリー・フォードっていうのはあのー、自動車をいろんな人のために作る大衆車を要は作って売った最初の人物なんですよね1920年代とかもっともっとかな1900もっと古いやつだとね19年とかまあ20年。 1920年代ぐらいから、えーとまあ、自動車作っててで初めての大衆車を世に広めたのがこのヘンリー・フォードっていう人なんですよだからフォード自体にそのスポーツカーとしての概念が備わってなかったもともといろんな人にうちの車を、えー、安全に乗ってもらおうっていうねそういうなんか日本でいうなんていうんだろうダイハツとかトヨタみたいなイメージですかね大衆車作るのがすごくうまいメーカーというかねで 60年代に入ってフォードがあの次なるねあのステージの車っていうのを作る必要に迫られたというかでこの頃ちょうど年代60年代っていうのは、えっとまあ、大衆車がそうやって普及したっていうのもあってこの年代以前って結構その貧困層と富裕層っていうかそのお金持ってる人の差が激しくてね間の層っていうのがあんまりいなかったんですけど、まあ、今でいうところの一般家庭みたいな。 雰囲気の過程がすごく増えてきてでその中でじゃあ次の、えー、と車をセールスするターゲットってなったらやっぱ若者なんですよこの当時から。で若者相手にじゃあどういう車ってなったらやっぱりおしゃれでそして速いかっこいいっていうそういうやっぱ車を作らなきゃって当時のフォードの、まあ、人たちは思ってでそれを開発しだしたのが大体1963年とかでフォードで。 いうとマスタングがそれに当たるんんですよなんかあのマスタングの初期のやつって、あのー、まあポニーポニーとか言われてますけどなんかちょっとこうスポーティーな形をしてますよねだけど実際あれ紐解くと全然スポーツカーではないんですよねあんまり。あのー、エンジンもねそこまでパワーがあるわけじゃないしまあ走りはどっちかっていうと大衆車に近いもの。 で,であの車自体コンポーネントそのままでバンとかもできてるしトラックもあるしっていうこうスポーツカーって結構そういうね使われ方しないじゃないですかベーシックがすあってあのトラックになるとかっていうねスポーツカーって存在しないですよねスポーツカーってスポーツカーででしか存在しないからでまあ要はねスポーツカーを作れなかったんですよフォードはねでまあ開発していて、えー、ここにね出てますけどこのフォード GT40 っていうねもう 伝説のスーパーカーパカで,すよ、ね、でこれを開発はしてたんですけれどもう全然鳴かず飛ばずで速い車がば作れなかったんですよね。で、ここからまたあのねなんでそうなるのって俺は思ったんですけど当時そのフォードはスポーツカーを作るにあたってこれはちょっと、えー、新しいねこう風を吹かせなきゃいけないって思ったみたいで当時ルマンで連戦連勝してたあのフェラーリを買収しようとするんですよ。 フォードがでその買収して結局ねフェラーリってまあ今も昔も,もう超高級車かつ速いっていうメーカーじゃないですかイメージ的にでこの頃なんてまさにフェラーリそういう絶頂の時期で,でそのフェラーリをフォードは買収しようとするんですけどフェラーリから見たらダサいい車ばっってっか作ててう感じなんですよだから交渉はねもう見事に決裂するんですよ でじゃあどうしてどうやって報道ォ、えードを、ね、スポーツカーの部門に参入しようかって思ったらやっぱりこうえっ、ー、と他の部門で、えー、優秀な人材を見つけてねヘッドハンティングするっていうそれは今もそういうふうにね成り立っている企業あると思うんですけどでそこで白羽の矢が立ったのが、えー、このパンフレットだとねここに写ってるキャロル・シェビーっていうね人物。 でこの人はもともとレーサーだったんですけど、まあ、あの心臓病だったかな持病だったのかなあれは心臓病でレース活動ができなくなってからはカーデザイナーに転向した人で、えー、イギリスのね AC カーズっていう、まあ、自動車専門メーカーみたいなねとこで,でイギリスって結構あのちっちゃい自動車メーカーがいっぱいあってでいろんなところのこう部品をね供給してエンジン他のものつけて。 積んででいいですよっていう、まあ、要はキットカーみたいな文化が昔からすごくあった国ででキャロル・シェビーはその AC カーズの部品提供を受けて、えー、とフォードのエンジンを積んでレース活動のやってたんですよ。でこれはまあ結構早かったみたいででフォードはそのキャロル・シェビーにまあ目をつけて、えー、この GT40 をね、あのー、ルマンで勝てる車にしてほしいっていう風に 頼むんですよねであの肉機ねフェラーリを、えー、倒せという指令を受けて、えー、それをまあ、えー、遂行していくんですけどでこの傍らに映ってるねこの人この人えっ、ー、とねクリスチャン・ベイルこのあ、えー、とねバットマンだったかなとかにも出てる、えーとね、人なんですけどこの人が、まあ、ドライバー、えー、兼メカニック的な。 こことととをすするんですけど、これがね、えー、とね、え名前と忘れちゃうそうそうそうクリスチャン・ベルネかはケン・マイルズですねで僕このねケン・マイルズ自体はそんなに、えー、聞いたことがなくてどっちかっていうとこの映画はこのねキャロル・シェビーよりもなんかこうケン・マイルズの生き方の方がすごく光り輝いて僕は見え、見えましたね。 うん、でまあどういう風にこの人がね絡んでいくかっていうのはちょっとあんま言えないんですけど、えー、と事実なんだって思うとねすごく、えー、なんか最後まで見ると、えー、胸キュンというでねまあちょっとストーリー的なもんはあんまり言わないでとりあえず、まあ、見てもらった方がいいと思うんですけど僕的な見どころはね えー、映画見てて思ったんですけどこの、えー、映画まあ60年代の設定なんで出てくる車建物、えー、登場人物の服だんかこう作業場の雰囲気もう全て当事物になってます完全にそれでえっ、ー、とね映画見る前から僕もねこのこのシーンどうすんのかなと思ってたんですよ。それはレーースシーンなんですけど 要は60年代のもうスーパースポーツカーの走行シーンとかってどう,どうすんだろうなと思ってたんですけど実車でしたね全部あれは。でもまあもしかすると動く車にボディーだけ乗っけてるかもしんないんですけどでもおそらく、えー、劇中の何台かは多分本物を使ってるもしくは本物の崇高なレプリカを作って。 走らせててんじゃなないかなと思ってレースシーンとか車が走ってるシーンは全部多分実写なんですよこの映画おおすげえなーと思ってであのねもう迫力から何から要は最初ねちょっと怖かったのがあの走行シーン全部 CG だったらどうしようかなって思ったんですよで車映画好きな人とかって分かると思うんですけどドン引きするじゃないですかなんか CG だと。 ねえマジかってなっちゃうと思うんですけど今回のは全部、えー、実写を使ってたと思うんでその点がねもうあのまあ見てるだけ聞いてるだけでハラ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 というかドキドキというかねしましたね。うん、であとはまあこの車好きにはたまらないこうなんていうんですかね劇中のね かわされるセリフ車好きならわかるピンポイントでつぼるやつですよねそういうのもね満載だしそうだからなんかこうまあ見ててね沸き立ちますよねいろいろね、うん、だからまあさっきも言ったみたいに「えー、下町ロケット」やら「えーまあ、プロジェクト X」みたいな番組が好きな人はこの「フォード」と「フェラーリ」を知らなくても。 もう十分楽しめる内容で、でも僕的なね見方のオススメはとりあえず見る一回これをで見たら、えー、この例えばルマンの歴史とかね、あとはこのキャロル・シェビーの生い立ちとか、えー、こっちの、えー、ケンなんだっけ忘れちとまた、えー、とねケンケンマイルズねケンマイルズのはねなんかこう人生とか。えー あとこの GT40 のねな,なんかこう活躍の仕方とか出来方とかそういうのとかを、えー、見てなるほどってなってからもう一回見るとなおさら面白いんじゃないかなと思いますお,おそらく僕はこれね DVD 出たら絶対買いますねんでもしかしたらもう一回ぐらい見に劇場に行くかもしんないそんなねすごくいいほんとこれ今までこの手のやつは まあなんか車好きなら見る映画ね車バイク好きなら見る映画っていうのがあると思うんですよで、まあ、ジャンルは違えど60セカンドとかあとはワイルドスピードのあの辺のシリーズとかね、えー、古い車出てくるんだったらパーフェクトワールドとか、えー、あとね僕が私的におすすめなのは「キャッチ・ミー・フ・ユ・キャン」っていう映画があるんですけどあのディカプリオが主演のねトム・ハンクスとそれなんかもう結局ね僕が好きな 映画その「キャッチミーフィーキャンとかも60年代設定なんですよ設定が60年代から70年代ぐらいの間でだからまあ好きな年代が僕はその年代なのかなと思ってでまあ60セカンドとワイルドスピードと何が決定的に違うかって言ったらやっぱこれね事実だっていうことがすごく、うん、見てると響く映画かなと思いましたでそのなんか熱い男たちのねなんかこう なんか諦めの悪い挑戦とかで、ね、探究とかそういうところにすごく胸を打たれやすい方にはほんとドンズバの映画だと思うんでうん見た方がいいですねこれはね特にまあ僕らみたいなね仕事をもの作ってる人とかもおそらくそのまあなんか。 要う言ってみたらこの世界の大衆車屋が世界最高峰のスーパースポーツカーを打ち負かすっていうまあもう前人未到前代未聞みたいな形容詞がつく偉業をしてしまう裏にはねなんかそのやっぱえチャレンジとうんなんか挫折もありあとまあ実際の作業するんだったら創意工夫があったりそういうシーンもねすごく出てきます創意工夫してるとことかが何をどうしてるとかね。 がちま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 ねそういうなんかピンポイントでねツボなとこがあるんでねそういうのを見出すとね、えー、もうきりがないですねこの映画は当にすっごくおすすめな映画なんでもう今日ね始まったばっかなんでぜひぜひねあの今の話でたきついた人はもうすぐにね見に行っていただきたいと思います。今日、えー、この動画で えっと、うちのチャンネルはね、ちょうど100、100動画目でしたね。いやー、時間かかったね、100動画。うん、去年の6月末から ?28 日とか7とかから始めて、えー、まだ半年とちょっとですか。で、まあ登録が800人超えしてきて、えー、なんかここのとこ非常にね、 伸びてる気配がしますけどか1000人いったらしょうもないプレゼント企画とかでももしやれたらやろうかなとか思ってますんで、えー、チャンネル登録ね引き続きよろしくお願いいたしますそんなわけでね、えー、フォード VS フェラーリぜひ見てくださいでは